Bonjour! Online France Go Gakko Ensemble en Français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。さっき買い物をしていたら偶然に同僚に会いました。びっくりしました。さて、偶然にのフランス語の言い方をご紹介しますね。Par hasard. 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 短くて覚えやすいですよね。Je l'ai rencontré au supermarché par hasard.私は偶然にスーパーで彼に出会いました。このように使います。この par hasard はひょっとしてという意味でも使いますよ。便利ですよね。間違えて au hasard と言ってしまうと、行き当たりばったりにでたらめにという全然違う意味になるので注意しましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!